サザン鉄道はかつてアメリカ合衆国に存在していた鉄道会社である。1830年代から150近い鉄道会社の合併、再編を繰り返して1894年に公式にサザン鉄道という会社になった。1982年にノーフォークウェスタン鉄道と合併してノーフォークサザン鉄道となった。路線網はすべて標準機で 本社をワシントン DC に置いていた。1895年の路線図1921年の路線図後にサザン鉄道を構成することになる。最初の鉄道はアメリカ合衆国でも最初期の鉄道であるサウスカロライナキャナルレールロードカンパニーで1827年に免許を取得し、1830年12月25日に サウスカロライナ州チャールストンで焚き木を燃やして走るベストフレンド・オブ・チャールストン号により6マイルの区間に蒸気機関車牽引の定期旅客列車の運行を開始した。ボルチモアオハヨ鉄道がアメリカで最初の蒸気機関車牽引の定期旅客列車を運行したのも同年のことである。百三十三年にサウスカロライナ州ハンバーグまで伸びた三十六マイルの 路線は当時世界で最も長い鉄道であった。鉄道建設ブームが南部諸州に広まり、鉄道網は次第に広がっていきやがで、アレゲーニー山脈をも超えて伸びていった。チャールストンとテネシー州メンフィスは1857年に連絡されたが、南北戦争の開始により、鉄道網の拡張は一旦止まった。 バージニア州ウェストポイントのパマンキー川から同州、リッチモンドを結んでいた、リッチモンドヨークリバー鉄道は、ジョージ・マクレーランによる1862年からの半島方面作戦と、そのクライマックスとなる7日間の戦いで主要な戦場となり、完全に破壊された。リッチモンドダンビル鉄道は、アメリカ連合国にとって、リッチモンドに通じる最後の鉄道となり、 1865年4月にリッチモンドが陥落する直前にジェファーソン・デイビスとその閣僚をバージニア集団ビルへと脱出させた。最初の鉄道戦争として知られる南北戦争は南部諸州の鉄道網と経済に大きな被害を与えた。しかしながら大半の鉄道は修復され再編されて運行を再開した。 レコンストラクションの過程で、オハイオ川やミシシッピ川に沿った地域で、新しい鉄道の建設が続けられた。リッチモンドダンビル鉄道はこの期間に、路線網を南部全体に広げていったが、あまりに拡張しすぎて1893年に、経営危機を迎え、投資家のジョン・モルガンによって、サザン鉄道へと再編された。 1894年に成立したサザン鉄道は、リッチモンドダンビル鉄道と、イーストテネシーバージニアジョージア鉄道から構成されていた。サザン鉄道が運行する4400マイルの路線のうち3分の2は自社で所有しており、残りは借り受けているか、運行契約やあるいは株式所有によって運行していた。サザン鉄道は、 アラバマグレートサザン鉄道とジョージアサザンフロリダ鉄道も所有していたが、これらは別個に運営されており、またセントラルオブ、ジョージア鉄道の株式も所有していた。サザン鉄道の最初の社長であるサミエル・スペンサーは、さらに何本かの新線を建設した。彼の12年間の経営中、テネシー州、ノックスビルとジョージア州アトランタに、新しい工場を建設し、また、 いくらかの設備を購入した。彼は、タバコと木綿の輸送に依存した経営から脱却させ、輸送の多角化と工業の振興に重点を置いた。スペンサーは、1906年に、鉄道事故によって亡くなった。フェアファックス・ハリソン社長時代の1916年に、ミシシッピ州メリディアンとルージアナ州ニューオーリンズを、 結ぶ路線を買収した時点で、サザン鉄道の路線は13周に伸び合計8000マイルに達し、その後ほぼ50年間にわたっての営業領域を確立した。1963年にセントラルオブ、ジョージア鉄道と合併し、また1974年には旧ノーフォークサザン鉄道を買収した。サザン鉄道とその前身会社はアメリカの鉄道で、 初めてとなることを多く実行している。1833年から、前身のサウスカロライナキャナルレールロードでは、軍の兵士という便物を蒸気機関車で牽引する列車で、初めて輸送しており、またそれは、初めての夜行列車であった。サザン鉄道は、アメリカ合衆国の一級鉄道の中で、最初に完全にディーゼル機関車に切り替えた会社であった。 1953年6月17日、車軸配置2から8から2のナンバー6330が経営する、サザン鉄道最後の蒸気機関車による列車が、テネシー州チャタヌーガに到着した。ディーゼル化に始まり、工場や操車場のコンピュータによる、近代化、特殊車両やユニット石炭列車の開発など、サザン鉄道はしばしば変化の最前線に立ち、キャッチフレーズの サザン鉄道は進歩に青信号を出すを体現していた。サザン鉄道が所有していたすべてのフードユニットの機関車は自動車との衝突事故の際に乗務員の安全を守るために長いフードを前面にするように発注されていた。GP7 型に始まり、GP50 型までの間、SD50 型で電灯が打ち切られるまで続けられた。 1960年代初め、ウィリアム・クレーター社長時代に人気のある蒸気機関車による観光運転が始められた。1982年のノーフォークサザン鉄道を形成した合併後も続けられたが、最終的に1994年に打ち切られた。1980年の CSX トランスポーテーション設立に対応して、サザン鉄道は1982年に、 ノーフォークウェスタン鉄道と合併して、ノーフォークサザン鉄道となり、アメリカが州国東部での鉄道網を一層強化した。ありがとうございます。